マスクッキング、今日やる料理はね、ちょっとね、焼き鳥のさ、これあったんで、だからね、暑苦しいから、今日さっぱり冷やし茶漬け作りますね、さっくり。じゃあ、早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日の材料ね、これあったから、この焼き鳥の塩ね、で、あとキュウリ、中途半端なの1本あったからこれ使って、あとみょうがと大葉効かしてね、で、これさっぱり作りましょう。で、みょうが1個、大葉2枚ぐらいかな、まあ、こんな感じでやっていきますか。じゃあまずね、ご飯まあいつも通り温めながら、いやもうね、暑苦しいからね、さっぱりしましょう。今日は白だしベースでいこうかな。白だしをさ、だいたいそうだな、50cc、 はい、ちょうどギリギリだったね。で、それに、これね、水、そうだな、350ぐらい、はい、白だし50に水300入れました。そしたら、ほんの少しね、醤油小さじ1/3、これでちょっと香り付け入れて、これでもう十分、タレはね。で、そしたら、あとはね、きゅうりだな。まあ、でもやっぱいつも通りですか。いつも通りこんな感じでね、ちょっとこんな感じで薄く切って、よいしょ、はい。そしたら今日はもうね、あくまで超さっぱりって感じにします。はい、はい、塩ね、いつも通りこれちょっと塩もみしますね。で、これいつも言ってるけど、しょっぱくても薄くてもダメです。こういう時はね、こうやってこうちょっと揉んであげてね、ちょっと味見して、うん、美味しいね。で、このちょうどいいところで止めてね。で、少し置いときます。はい、よっしゃ。あとは薬味だね。薬味効かしてさ、さっぱり食べたいよね。みょうが大好きだから、みょうがとあと大葉ね。大葉はまあ2枚ぐらいね。大葉はさ、切ってもいいんだけど、これちぎりたてが美味しいんですよ。だからちょっとね、ここのだけ、ヘタだけ取って、で、あとみょうがはね、こんな感じ真ん中1本入れて、で、こう、まあ薬味中に切りましょう。はいはい、電子レンジが呼んでます。最近のやつは、じゃ取り出さないとピピピピうるせえんだよね。よし、はい、そしたらこれに、おい、こんな感じでご飯を熱々ね。このさ、あったかいご飯にさ、冷たいだしってよくないですか。僕は結構好きなんですよね。で、もう超冷たくしたい人はこれをね、一旦洗ってっていう方法もあるけど、僕はね、このあったかいのにね、冷たいだしすごい好きなんです。で、じゃあこれ、だしかけます、さっきのね。で、その上にきゅうり塩もみしたやつをこれぶっかけて、よいしょよいしょ。こうやってね、ちょっとね、塩でやったんで、ちょっとこう絞ってあげて、その上に薬味たっぷり乗っけて、わあ、もうこの時点でもう涼しそうだね。そしたらあとはね、缶切りはさ、こういう専用のね、競馬場でもらえるこの缶切り開けで、こうやってこう開けて、よいしょと、よっこい、これは美味しそうだよね。この焼き鳥缶がさ、これがまたもう冷たい料理にはこのままでいけちゃうっていうね、この利点があるんで、これもうまみだから、これを入れちゃう。よし、はい、そしたらまあこれにはね、ごまが合うね。ごまをまあちょっとこう散らしてあげて、で、まあたまたまネギもあったから、これはなくてもいいよ、大葉があるからね。まああったらこう入れて、で、最後の最後に、これはね、こうやってね、このね、大葉をね、こう蒸し、こうやってね、こうちぎった方がね、すごいね、香りが立つのね。で、これでこうチラチラチラって入れてあげて、よいしょと、うわ、めちゃめちゃ香りがいいね。はい、こんな感じで大葉を散らしてあげて完成しました。今日の簡単料理ね、玄米寿司超簡単、冷やし鶏茶漬けの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よしはね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。うわ、もうさっぱりの極みだね。じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通りチューハイタイム、ナナン、お疲れ様でした、乾杯。あー、おいしい、もう美味しい、おいしい。ってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。最初からね、ちょっとチムラ君の分分けとくね。ありがとうございます。よいしょ、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。うん、うん、これはもう
めちゃめちゃ美味しい。すんごいさっぱりしてね、この薬味の清涼感たまんないですね。うん、さっぱりしてるわこれ。でこのきゅうりのパリパリとね、みょうががものすごい効いてる。で鶏肉のね缶詰、これは柔らかくてまたいいアクセントになってますね。だし感も出るしね、これだと。うん、このままでも十分美味しいけど、今味変でね、たまたまレモン余ってたからこれこうずっとね絞ってな。でレモンピシッとこう吹かせんでもいいんじゃない、ちょっと。うん、レモン合う。いやこれ美味しいね。でもレモンでも美味しい。なんだ、梅干しも絶対合うねこれは。とにかくちょっとね、酸味レモン結構正解かもしれないです。じゃあちょっとね、志村君食べてごらん。はいはい、どうぞ。じゃあいただきます。はい。うん、うまい。うまいよね。もう食欲ない時とかさ、こういうのいいよね。最高さ。うん。でさ、レモンさ全部俺使っちゃったから、もしよかったらお酢、レモンでもいいけどお酢も合うと思うよ。食欲がない時はこれだね、完全に。うんうんうん、うまい。なんかちょっと酸味入った方がいいよね。よりなんかこう清涼感みたいなのが増しますし、うん、焼き鳥缶入れただけでこう、なんていうのかな、焼き鳥缶の汁がさ、あたかもさ鶏だしで炊いたのを冷やしたみたいなさ、そういう味になってるよね。確かに馴染んでる感がすごい。なんかすごい馴染みがいいね。うん、これ夢中になって食べちゃう。例えばさ、大体ほら麺類多いけど、そう麺とか結局さ、お湯を沸かしてさ茹でなきゃいけないのが、それが暑苦しいし結構面倒じゃない。ご飯さえあればこれ直火をこれどこでも使わないから、火使わないでこれで、ね、めちゃめちゃ簡単だし、いやもう作るさえも暑苦しくねえし、いいよねこれ、うん、あんな短時間でできたと思えない美味しさですね。そうね、うん、だからこの焼き鳥缶を上手に使ったっていうのがこれ味噌だと思う。いや、本当に、うん、普通にこのね、私にさ、焼き鳥缶のあのゼラチン質が溶け込んでこう、本当にいい感じの、いい販売だよね。焼き鳥缶、本当素晴らしいね、うん、焼き鳥缶とこの白だしの相性はすごくいい。最高ですね。最高だね。うん、うん、頑張った。食べちゃいました、僕もこれはもう夏、食欲ない時皆さんやってみてください。いや、間違いないです、間違いないです。ってことでね、今日のこの簡単料理ね、ケイマス式超簡単、焼き鳥冷やし茶漬け、はい、大成功です、はい、皆さん簡単なのやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。